音楽隊隊長であったジョン・フィリップ・スーザが作曲した行進曲の中で最も美しいと言われている美中の美です。この曲は1908年にスーザー本人が招待された博覧会で出会った一人の美しく魅力的な女性にインスピレーションを受け作曲した作品です。英語の題名ではザ・フェアレスト・オブ・ザ・フェアといい、フェアは美人という意味の他に博覧会という意味もあり、美人の中で最も美しい美人と博覧会の中で最も美しい博覧会という2つの意味を持っています。それでは第一音楽隊による美の博覧会をどうぞお楽しみください。1曲目は陸軍軍楽隊長を務めた大沼悟少佐が作曲した立派な青年です。大正13年に発表された際の題名は立派な兵隊でしたが、戦後立派な青年へと変更されました。勇ましくかつ端正なメロディーに演奏されるこの曲はまさに自衛隊にぴったりな曲です。それではお聴きください。大沼悟作曲、立派な青年。
リム・ラゼロフスが3本のトロンボーンとバンドのために引き上げたマジックスライドです。トロンボーンは神の楽器と呼ばれるほど美しい音で美しいメロディーを演奏することが多いですが、こちらの曲はテクニカルなスライド奏法とコミカルなメロディーで一度に二度楽しめる作品となっております。それでは第一音楽隊のスライドマジシャンたちにぜひ注目してお聴きください。
以上で第一音楽隊による音楽演奏を終わります。ただいま演奏した第一音楽隊は式典終了後に行われる舞台紹介においても音楽演奏を予定しています。どうぞお楽しみにお待ちください。